新年とっくに過ぎましたが、明けましておめでとうございます。今年も、ありがとうございます。今年もザ・トライステップスよろしくお願いします。皆さんようこそ楽屋へ。今日も最後まで楽しんでってください。
どうもありがとう。
恋はしてますか？そんな曲君がいたら僕は強くなれるんだっていう曲です。君がいるだけで。Keep me covered up there.
どうもありがとう。暑いな。暑いのに俺芋のお湯割り頼んじゃった。終わってからにすればよかったな。まあいいや。汗っかきの人っている？はい。いや。嘘、あんま汗かかないよ。本当？俺ほどじゃない。そう。もうね、えらい汗かきなんですよ。冬でもお味噌汁飲んだだけで汗かくぐらい。本当だよ。一回他の店で歌い終わって飲んでたの。で、そしたらそのお店のマスターがステージ片付けに来て、もう水たまりになるぐらいこう汗かいてたの。そしたら藤健はウーロンハイ2杯と日本酒2杯飲んだよね、何こぼしたって聞かれたことごめん汗って言ったら、うん、しょうがないそれぞれ言われなかった。汗かかない方法ってあるの？ステージで歌ってる最中にお湯割り飲んじゃダメってこと。ダメです外寒いじゃん、だからほっこりするんだよねみんなぜひお試しください、焼酎のお湯割り。そば焼酎のそば湯割りっていうのも美味しいよ。結構染みます全然違う感じの曲ですけど、あ、ちょっとのんびりした曲、へへへいっていう曲です、まあ、人生なんてゲームみたいなもんだ曲です。終わりのないゲームにの中に僕らはいるのかなっていう。かっこいいそう言われるとちょっと俺照れちゃうよねまあいや聞いてくださいへへへ。Oh,
ついてたよ。温かい優しさでそろっと癒してくれた。ルールなんてない、時間だけが吸い抜けて行く。今日褒め殺しじゃないですか。照れちゃう。ルフってなっちゃう。嘘です。なんかね、去年から作る曲が何曲も何曲も。なんて言ったらいいんだろうな。お疲れソングみたいな感じになっちゃってるんです。あの皆さん日々お疲れさん的な曲が多くて。でそんなのがもう一曲できたんで聴いてもらいたいなと、ね、みんなそれぞれ仕事したりしてるじゃない。でそんな中でも失敗したりとかいろいろ嫌なことあったりとかするじゃない。お疲れさん端的すぎるね。あ、お水ですか。おおありがとうございます。本当に本当に水？本当に水です。ちょっと流れてるんで水補給しないと。ありがとうね。優しい七条信明同級生。いやそんな君にも お疲れさんっていう曲を。ふとこうってなった時にふって空見上げたら。すげえ月が綺麗だって
今夜は月が綺麗だなっていう曲です。
と。お疲れさん。ちょっと僕ら告知したいと思います。来月何日だっけ、18、2月の18日多分木曜日に四ツ谷のねブルーヒートっていうお店で、あのいつもいるギター小栗優也入れて3人でバンドでやります。あ、はい、アコースティックライブと、まあ、普通のバンドのスタイルのライブと交互にやってるんですけど、バンド、まあ、新年初アコースティックライブが今日で、2月は新年初バンドでライブするんで、あの今日初めて聞いてくれたお客さんとかいたらぜひ、まあ、エリコとか富士健で検索すれば何かしら当たるから、どっかにでたどり着くからぜひ遊びに来てください。で残り2曲やりたいと思います。このしっとりした空気をぶっ壊して終わろうと思います。みんな準備はいいか、そうでもないか。よし、じゃあロケット知ってる、ロケット僕らの音楽っていうロケットなんで、乗ってどこまでも飛んでいこうじゃないか、乗りたいか、そうでもないか。行くぞ。一人友達を紹介したい。大好きなギターさっきペパミント U で特別ゲストで出てくれた中野康之握手。Sound of the truth.
になってロケットになってどこまでも行こうサウンドの宇宙の願いロケットBye-bye.
なければ歩き出すしかない。行き先は心配するな。 Yeah, go time rolling, got time rolling, go time rolling, 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 go time rolling, got time rolling, go time rolling, 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 rolling. Yeah.楽屋の出演者を紹介させてください。1番目楽屋初出演ペッパーミントユー、2番目お客さんありがとう市川信明、そしてスペシャルゲスト中村康之、もう一丁聞こうか。
作ることが浮き彫りです。また来月会いましょう。イエーイ。